会所とは、文字通り解釈すれば、何らかの会、催し物、寄り合い、会合が行われるところであるが、日本の近世期においては、市として、町方において、承人組合や、地域の公的な集会所、事務所、取引所として用いられた独立した建物が、会所と名付けられることもあった。また、七分積み金の事務を取り扱うため、 江戸浅草向き柳原に設けられた会所も懲会所と呼ばれた。町会内において懲会所は事務所や集会所として用いられた。町役人が詰めて町内の住民を集めて奉行所などからのちぶれなどの規則を伝達したり、逆に住民が提出する届け書を作成する事務を行ったりした。都市によってもその仕組みに違いがあり、大阪ではいわゆる 大阪三里を構成する覚悟ごとに、上部機関として、総会所が設置されたが、江戸では、町名主の役宅が町会所を兼ねた。江戸時代の大阪では、各町ごとに町会所があり、町人から選出された町年寄りがいて、町代が執務を行った。町会所は、町代以下、下役、四番、木戸番、柿外番が詰め、四番は、 夜回りを一晩に三回、犬国、異国、古国に対抗を打ち、木戸は異国限りで閉じられて、木戸晩が番をし、柿外晩は四箇所の配下に属し、小敷を追い払うのが日々の仕事だった。完成の改革以後、江戸では七分積金の制度が導入され、積金を管理する場所を懲戒所と呼んだ。懲戒所において貧民に対して定理で資金を融資した。 これとは別に、江戸猿山町には札差しに対する融資を行う会所が特別に設置された。これは、起念令によって打撃を受けた札差しの経済的打撃を緩和すると、共に彼らをなだめて武家に対する貸ししぶりを回避することを目的としていた。なお、この町会所の実際の管理、運営は勘定所後用両外省が当たっていた。 七分積み金の管理をしていた、懲戒所は、明治維新により1872年に解散し、東京府へ移管された資産の管理のため、東京永前会議所が設立され、後に東京会議所と解消され、1876年まで続いた。商人が組織した組合などの事務所を会消と呼んだ。なお、下記の会消の中には役割が重複する部分が、 存在することもあった。株仲間における事務所、集会所を会所と呼称し、役員や事務職員などが詰めて、共有財産の管理や外部との交渉、所属商人との連絡や管理、重要決定を定める、会合の招集、商品の品質検査など、株仲間や所属商人、取扱い商品に関する管理などを行った。より愛通路所とも呼ばれている。 金銀貨の両替や米、麺、湯などの商品の取引相場を定めて取引を行う取引所、事務所としての役割を果たした。特に米の取引所としての会所の設置は全国各地で行われ、特に倉屋敷が集中していた、摂津国西り軍道島の道島米会所や長崎貿易による輸入品を扱った非全国枯れ木根長崎の長崎会所。 三丹公益でもたらされる、エゾキンなどを扱った本都軍港に村の白紙会所などはよく知られている。また、倉屋敷直属の会所を、米立会所、原井米八所とも呼称した。このほか当時エゾ地と呼ばれた、北海道やカラフ札、北方領土などにも会所が設けられ、地元産品と本州産品の流通の拠点となった。諸藩が千倍品を、 生産管理、直接販売を行うために設置した役所。藩が運営する、事実上の商業組織であり、産物会所、国産会所と呼ばれ、あるいは産物名より、会所とも呼ばれた。また、開国後には開港所に、繁栄の貿易機関として、藩会所を設置して、産品を輸出して、武器や機械などを入手する藩もあった。江戸幕府は、 こうした諸藩の先売を物価高騰の原因として、好意的には見ていなかったが、最末期には幕府自らが、書式の流通機構を、反国営化する、書式会所構想を推進した。大事船ハット AB サコ経造教授収集文書から、大阪のブラック市、通信11号、大阪のブラック市委員会、1997年9月、P4。 渋沢栄一関連会社名、団体名変戦図、渋沢栄一記念財団、2019年9月22日、ありがとうございます。